に応援してもらえるの本当に嬉しいんだ。え？私だって女の子なのに。今日はありがとう。また来てね。また来ます。めっちゃ笑顔じゃん。今まで前直しが他にいなかったから思わなかったけど、私以外の誰かに笑いかける前直し。イベントの準備遅すぎない？確かに。今日何時着ですか？一緒に並びましょう。残念、私たちはもうキビプラザに着いてます。キビプラザ、今日の現場は高橋のポルカのはずですよね。高橋？どういうことですか？今日の現場はキビプラザってエリピオさん言いましたよね。エリピオさん？キビプラザ、来週だった。嘘でしょ？嘘だと言ってくださいよ。嘘エリピオさん。エリピオさんこそそれでもマイナーを突破だですか？なりたくてなったわけじゃねえよ。っていうかバスまだ？僕に聞かないでください。もう待ってらんない。先行くから。え、エリピオさん、ちょっとエリピオさん。クマサさん早く。もう無理です。そんなに急がなくても特典会には間に合いますから。みんな盛り上がる準備できてますか？いない。声が小さいぞ。あ、あんな後ろに。間に合ってよかった。女の子だ。珍しいな。今日ライブの時いなかったよね。あ、いや、ちょっとしたアクシデントが。脈が。よし、正常だ。マイナちゃんがずっと健康にいられるように短冊にお願いしたからかな。え、だったらどうして短冊届いてないんだろう。マイナ、全然嬉しそうじゃないな。なんか変なこと書いたっけ。はい、時間です。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、また。本当に書いてくれたのかな。マイナ1枚です。女の子だ。こんにちは。こんにちは。緊張してるのかな。もしかしてアイドルのライブって初めて？あ、はい。高校生？そうです。そっか。お兄ちゃん。お兄ちゃん。あ、僕の妹のレナです。どうも。リアル妹？はい。さっき横にいたよね。あ、はい。前の方で見る勇気なかったんで。あの、これ言っていいのかわかんないんだけど、レナちゃんってソラネに似てるよね。ソラネってよく見てくれてるんだね。お兄ちゃんの好きな子？気持ち悪。で、レナちゃんは誰推し？
マイナちゃんっていう子。え？こないだお兄ちゃんとガールズフェスタ行った時、マイナちゃんがあの会場で一番可愛いって思って。マジか、やばい。ついにマイナの良さを分かってくれる人物が現れましたよ、クマサさん。よかったですね。で、接触は行ったの？あ、はい。マイナは内気なところがあるからあんまりおしゃべりしてくれなかったと思うけど。いえ、たくさん話してくれました。それは握手券何枚で？1枚ですけど。え、神対応じゃないですか。よかったね。お待たせ。なんですかこれ。熊沢さん、これ読んでないの？ああ、チャムが載ってる最新号ですね。僕は閲覧用、保存用、布教用の3冊持っています。これの中でマイナが言ってたんだよね。好きなタイプですか？そうですね、背が高くて渋い色のスカーフが似合って、あと口ひげなんかあったらいいかも。好きなタイプ、まあ身長を伸ばすのはすぐには無理だから、ヒゲとスカーフ取り入れてみた。あの、大変言いにくいんですけど、それって対男性用の話だと思うんですが。性別なんてそもそも関係ないくらい私はマイナを愛してるから。あの、エリピオさん。レナちゃん、来てたんだ。あ、はい。あの、物販で今、マイナちゃんの売り切れって言われて。え？よければ分けてもらえませんか？握手行きたくて。あ、ごめん、いつもの癖で買い占めちゃって。何枚欲しい？1枚でいいですけど。え？ 1 枚？はい。マイナ握手会します。待機の方、こちらへ。はい、どうぞ。また来てくれたんだ。はい。今日も楽しんでくれた？はい、ありがとう。レナちゃんは学校で部活とかしてるの？私はね、ずっと帰宅部で。レナちゃんはマイナの方からガンガン話しかけてる。しかも、私はね、今までに見たことないぐらい楽しそうなんですけど。男の子の方が多いんだよ。だから女の子に応援してもらえるの本当に嬉しいんだ。え？私だって女の子なのに。今日はありがとう、また来てね。また来ます。めっちゃ笑顔じゃん。今まで前直しが他にいなかったから思わなかったけど、私以外の誰かに笑いかける前直を見るの嫌だ。もうありますよ。誰かいませんか？います、ここにいます。1枚だって。レナちゃんが1枚であれだけしてもらえるなら私だって。本当にいいんですか？あと28枚あります。はい、145秒です。どうぞ。マイナちゃん、今日も宇宙一可愛いね。あ、あれ、イメチェ。メロを読んだよ。マイナちゃんこういうのがタイプなんだよね。あ、私マイナちゃん好みになれるように頑張るから。だから頑張らなくていいです。え？頑張っても無駄ってこと？そうじゃなくて、私はただマイナ、やっぱり私に笑顔は向けてくれないの？はい、終了です。ヒゲの反応はどうでした？
エレピオさん、ちょっといいですか。これレオが前にいたグループなんです。この端っこにいるのがレオ。メジャー寸前まで行ったんですけど、突然解散して、また地下アイドルからやり直し。でもね、チャムではレオがセンターなんです。ずっと端っこだったレオが。僕はそれが嬉しくて、ずっとレオを応援しているんです。人生に突然こんなに好きな子が現れるなんて、あの日からずっと夢を見ているんじゃないかって思ってる。好きになってもらおうなんて間違ってた。私が一番マイナのことを好きだってことは私が知ってる。だから一番に応援する。それでこそエリピオさんです。うん。そういえば短冊届いた？届いてないの？スタッフさんとこ確認しに行った？行くよ。お疲れ様です。お疲れ様。え、まだ帰ってなかったの？マイナ宛てに届いてるものありませんか？マイナに？あ！ごめんね。あった！あった！はい。たくさん。わかったね。うん。私服のマイナ、初めて見た。天使だ。電車に天使が存在している。あ、ごめん、車両変えるから。あのエリピオさん、いつも握手しに来てくれてありがとうございます。そこは見に来てくれて応援しに来てくれてでいいんだよ。短冊も嬉しかったです。遅くなってごめんなさい。謝ることなんてないのに。好き、そういうとこ好き。これからもいっぱい握手しに行くから。